ご覧いただきありがとうございます。今回はこちらの大和郡山イオンモールからすぐ近くの 1LDK 物件のお部屋にお邪魔しております。まずはですね、こちらのリビングスペースから見ていただきたいと思います。綺麗にですね、ピカピカのリフォームがされておりまして、ドーンとね、縦長のリビングになっております。床はね、黒系のですね、シックな色合いになってまして、これもですね、ここ一面が茶系の色合いのですね、アクセントクロスになっております。色合いがね、おしゃれですね。でこちらなんといっても南向きバルコニーに面しております。見てください、この開放的なのどかな田園風景がバルコニーの前にね、広がっております。バルコニーもね、広々となっておりまして、まあ、お布団、お洗濯のね、時間がすごく心地のいい時間になりそうですね。でこちらですね、エアコンがしっかりと最初からついておりまして、照明もですね、このようにリビングにはついております。で奥にね、流し台がついておりまして、ガスコンロもね、こちらのものを使っていただくことができますね。で上には釣り戸棚、この水切りランプもついておりますので、まあ、使いやすそうな、ね、キッチン周りとなっております。窓もついてますので、お料理の、ね、換気がしっかりとできますね。で玄関スペースも、このようにシューズボックスがしっかりとついております。まあ、いろいろと、ね、設備がついてますので、最初の初期投資が引っ越しにかかる費用が抑えられそうですね。でこちら、お手洗いですね。ここもちょっとこうアクセントクロスになっておりまして、素敵な空間になっております。で独立の洗面化粧台がですね、こちらシャンプードレッサータイプになっておりますので、ここで朝からこうシャンプーをしていただくようなこともできますね。で隣には、室内の洗濯機置き場がついております。で奥はですね、浴室になっております。肩までしっかり使っていただけそうな湯船に、追い焼き機能がついておりますので、まあ、寒い冬場でもね、追い焼き機能がついているのは嬉しいですね。ここもね、窓がついてます。水回りね、しっかり小窓がついてますので、まあ、湿気がこもらずね、換気をしていただくことができます。でこちらはお顔を確認しながら対応していただける手ぶれ付きのモニターホンとなっております。で最後にですね、こちら、洋室6畳のお部屋になっております。ちょっとまたリビングとね、床の色味が変わってきてますね。このね、照明はないんですけども、つけていただくことができますね。で壁一面ですね、こちらに押し入れ収納がついておりまして、ドーンとこれだけの、ね、収納スペースになっておりますので、お荷物をしっかりと収納していただくことができます。まあ、お布団なんかもこうドサッと収納していただけますね。でこちらも今ね、もうこれだけ日当たりのいい感じがしっかりと伝わってきますが、暖かい室内になっております。ね、南向きのお部屋というのはね、本当に暖かいね、環境になりますので、まあ、ぜひ、こちらご検討いただければと思います。詳細情報は弊社のホームページでご覧いただけます。奈良のおもてなしなる心、賃貸のバスキでは皆様の家探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。